サワディープラ札幌占い美容室早まかしの後藤です。今回は、バンコクで独立開業された、ギアヘアデザインの代表平井智明さんのところに無理やりお邪魔しました。海外で働く楽しさや、大変なところなどいろいろお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リアっていうのは、はい、英語圏の方が、はい、自分の子供たちを呼ぶときに、はい、ハイリアとかマイリアと思うんですけど、はい、僕たちも、はい、お客様から親しみを持ってリアって呼ばれるサロンになっていきたいなってことで、リアっていうのをつけていきました。あとタイだとどうしてもタイ人の人が意味を分からないとダメじゃないですか。でお客様が友達に紹介してもらった時に「あそこの名前なんだっけ?」ってなるとちょっと良くないので、リアだと誰でもが知ってる、すぐリアって言えますもんね。そうですね。そういうことでもうタイ人の人が分かりやすいように、はい、ディアってしていました。マイポーチの向かいのディアですね。そうですね。はい、分かりやすい。すいません。日本では静岡県の浜松市で、はい、10年やってました。はい、もともと駐在という立場で。前の会社の行ってくれってことで来たんですけど、そうですね、ちょっといろいろありまして、独立しようかなと思いました。なるほど。そうです。まず独立するにあたって強みが欲しいと思ったんですよね。第一にでいろいろ日本のこととか調べてるときに、土江さんのブログを見て、で自分の美容師としての考え方が180度変わってしまって、でその大手メーカー、今大きなメーカーがタイにも進出してきてるんで、カラー剤とかパーマ剤とかトリートメントにしても苦自由なく取れるようになったんですけど、でもそれだと今までのこと変わらなくなってしまって、自分がお店を出すときに何かお客様に対しての強みだったり、あとお客様に対してもっとワンランク上のサービスができるようになって考えた時に、そのブログを見てこれだと思ってすぐメールを送って「ワークで使ってもいいですか?」というで「いいっすよ」みたいな感じだったんで、それでもう使おうと決めました。すごいですね。ドエスと花枝が海外に渡るってあんまり聞いたことがないんですけど、他にないんじゃないかなっていう、唯一のサロンじゃないかなと思うんですよね。まず語学ですね。タイ語、まあ、未だによく喋れないんですけど、タイ語と、あとはそのタイ人の時間のルーズさ、あとは僕たちは日本の技術をお客様に提供しようという気持ちで来るので、タイだからスタイルをすぐ変えるということはないんだけど、日本のテイストの中にタイ人の好みをちょっと入れないとやっぱり人気が出てくると思うので、その辺の街を歩いてる人のスタイルをよく見てました。そうですね。僕日本も離れて6年目になるんですけど、ちょこちょこ帰ったりはしてるんですよ。ただ日本を見てると、やっぱり技術もすごい溢れているし、今ブログのとかいろいろとか皆さんが情報とか共有とかできるとは思うんですけど、日本で働いてると僕自身なんか大きく次のステージに行けない気がしたんですよ。なんか外に出て、なんか日本にいる時はある程度お客様もいましたし、満足もしてたし、スタッフにもすごい恵まれていたんですけど、何か自分を変えていかないと、その自分の一生の中で、なんか本当ならここまで伸びていくのかもしれないのに、ちょっとその浜松の中に入っているだけだと。そこまでいかなかったっていう気がしたので、今海外に来て5年経って、ここで独立もしてみて、多分今はその時の自分よりも、まあ、技術的にも精神的にも大きくなるそんなに大変そうっすよね。多分僕できないですもん絶対。人間力っていう意味では多分大きくなれるんじゃないのかなと絶対思いますね。素晴らしい。まず海外に美容師組合というのがなかったんですよね、ないんですね。でバンコクでオーナー同士の集まりがあった時に、まあ最初は普通にこう飲んだり話したりっていう状況だったんですよ。それだけ1年ぐらい前なんですけど、でまあこのままやっていてもこうまあただ飲み会になってしまって、でタイで働いているオーナーさんたちのね大体一緒なんですよ。やっぱりこう人材教育、スタッフ教育だったり人材の確保が今すごい難しくなっているので、じゃあ僕たちで何かこう対人スタッフをに対してできないかなってなった時に、タイ人の人って貧しい人も多いんですよ。でそういう人たちって夢を持てないんですね。で僕たち日本の場合はじゃあ美容学校行ったら一流の美容師さんになりたいっていう夢がありますけど、タイの人たちはシャンプーをしに美容師美容院に来たら、もうずっとシャンプーしかやらないっていうスタンスなんですよね。でそこからカットしようとかお客様つけようっていう気持ちが全くなくて、でもそれは私たちはできないからっていう発想しかないんですよ。もう全般にこう夢というものがないので、やっぱり僕たちはそのタイに何か恩返しとか社会的に貢献できないかなって考えた時に、やっぱりそういうタイのローカルの人というかその貧しい人たちが夢を持てるように、まずはこう学校を作って、でそこにタイの人たちを呼んで、最初は無償でやると思うんですけど、日本人美容学校みたいな感じですよね。そうですね。やっぱり日本の技術を学べるっていうとやっぱ大きいと思うんですよ。でそこでインターンとしてそれぞれのサロンで働いてもらって、でその後はこう自分たちでお客様を抱えてお金を得られるようなこう形を作っていきたいっていうことで、やっぱり今、まあ、メーカーさんもタイにどんどん進出してきていて、やっぱりタイミング的に今なのかなと思って、結構じゃあ所属してる方は結構たくさん日本の美容師さんでいらっしゃるんですね。そうですね、最初8人で8人からで、そうですね。で今だんだんとこう仲間が増えていってる状況だと思います。いや素晴らしいですね。J.B.A. の活動がこれからどんどん多分大きくなって、まあ日本人がねタイの方を、まあ、教育っていうとちょっと失礼ですけど、日本の技術をこれから教えていきながら、まあタイのレベルアップっていうのをこれから。僕たちが始めたことによってそれが他の海外でも同じような活動が行われてくるかもしれないので、それはすごいいいことなのかなとは素晴らしいですね。当たり前なんですけど、それで僕はちょっとカウンセリングに重きを置いてるんですよね。でカウンセリングをしっかりしないと、お客様のイメージと僕たち美容師のイメージっていうのが、確実に一致しないかもしれないじゃないですか。そこでしっかりカウンセリングした上で、僕たちのイメージとお客様のイメージをなるべくこうすり寄せて一致したところのスタイルを提供するように心がけてるんですね。でそれに対しての技術とか、あといろんなこう説明とかですね、そういったものに力を入れていて、お客様がこうなりたいっていうプラスアルファのスタイルを提供できるように、気持ちを形にするみたいな。そうですね。でメニュー展開としては、僕たちドイツ商品とか、あと花ヘナを使っていて、やっぱりヘナはちょうど今タイでもちょっとこうブームになりつつ、でそのタイミングで僕はたまたま花ヘナを日本から持ってきたので、そのヘナをやってますっていうだけでこう来てくれる人がいっぱいいるんですよね。で、まあ、僕はその仙人さんにも会ったことないですし、他の花ヘナを使っている美容師さんにも会ったことないんですけど、皆さんのブログを確認して、でこう、まあ、その人たちがやっぱ熱くブログ書いてるじゃないですか、それを僕も、まあそのソウルメイトじゃないですけど、そういった皆さんがやっていることをバンコクの皆さんに提供できるように、タイだからできないってことがないように僕らしないといけないと思うので、そうですね、タイにいても日本にいても素晴らしいスタイルが手に入るように。ディアヘアデザインさんの、ブログ、まあ、平井さんがメインに書いてると思うんですけど、はい、FC2 でブログも見れますんで、ガチャガチャガチャっと検索していただければ、はい、いろいろ今までの流れが見れますんで、はい、ぜひ参考にしてみてください。そうですね、タイなんでオンとオフはすごいしっかりしてるので、まあ、オフの時は楽しいんで、はい、仕事面でいくとそうですね、やっぱりとりあえずは店舗展開はしていきたいと思うんですけど、まあ、それはちょっと難しい部分もあるんですけど、今いる日本人スタッフと、そうですね、皆さんがバンコクでディアに行けば大丈夫と思われるようなサロンを作って、その後はそのタイ人スタッフを教育して、なんだかこうその人たちのサロンを作ってあげれるような方向でいけたらいいなとは思ってます。すごい可能性がありますね。はい。やっぱりアジアのマーケットってこれからどうなるか全然わからないですし、そうですね。やっぱり。予測はできないし、すごい力があるんじゃないかなって僕はまあ思ってる、まあ、実際こう来てるのもあるんですけど、はい、最後に何か日本の美容師さんに何か一言でもありますか？タイにいると、はい、技術が停滞していくのはやっぱり怖いんですよ、はい、だから僕はもうそのド S 関連の人のブログとかを見漁ってる感じなんですけど。そうやって技術を、後藤さんもそうですけど YouTube とかで技術をこう提供してくれるっていうのは僕たちからしたらすごいありがたいことですよね。でそういったことをブログでも動画でもアップしていただけるとで僕はすごい嬉しいですし、逆に日本の皆さんもタイとか海外にちょっと行ってみて、やっぱりこう絶対皆さん日本が一番って思ってる方多いと思うんですけど、海外で働いてる僕たちも結構頑張ってるんで。その辺は一度見に来ていただきたいなと。普通に歩いてるだけで、はい、これは大変だなって、まあ、大変だなっていうかもうすごい可能性とか、はい、それはすごく感じるんですけど、はい、なんかちょっと少し不安な部分も、まあ、あるんですけどね、なんかすごいエネルギッシュなアジアなので、そうですね、なんかその辺は面白いかなっていう感じがすごくするんで、まあ皆さん一度、ディアヘアデザインの方に。お越しになってみてはどうでしょうか。あとディアヘアデザインのブログを、まずチェックしてもらって、立ち上げのところから、どんな感じかっていうのをたまに見ていただけたらいいかなと思いますね。はい、すみません、今日お忙しい時間作っていただいてありがとうございます。ディアヘアデザイン代表の、平井智明さんでした。コップクラップ。